はい、こんにちは。今日はですね、今までに、レモンをこう栽培している方ね、それとこれからレモンを購入して、ちょっと栽培してみたいという方、そういった人たちに、どのような木がいいのか、まあ、どのような木を購入したらいいのかっていう部分をちょっとお話ししてみようかなと思います。それではお送りします。どうぞ。それではですね、レモン、ね、うちのチャンネルはね、レモン好きな方多いですから、ちょっと今日お話ししようと思ってたんですけれども、ですね、これ前回受粉させたね、レモンですね、受粉させたレモンね、どんどんこう花がしおれていって、実がつきかけてるんですけれども、購入するね、木を、こうご説明する前にね、前回のこの受粉させた木、それとね、ちょっと前にね、お送りしてましたね、赤レモンの、花がどういうふうになったのかっていうののお話も合わせてしてみたいと思います。こちらが前回、受粉させたね、レモンですね。受粉させたレモンの花の他に、まあ他にもね、どんどん周りの花が咲いてきまして、で、受粉すると花が一気にこう枯れていくんですね。枯れていきますけれども、その枯れていきながら実がつき始めます。それでね、この受粉前回させた、受粉させたサイパンレモンとは別にですね、ちょっと隣にありますけれども、これ赤レモンですね。赤レモン、お分かりになるかな。赤レモンなんですけれども、赤レモンの方はね、実際こことこことこことここね、今実がね、4つほどつき始めてますけども、こんなちっちゃいね、かわいい、レモンの実がつき始めるんですね。こんな形でちょっと受粉させてあげることによって、きちんとこう実がついてくれますので、すごく楽しい植物です。それではね、どんな、レモンの木を購入したらいいのかって部分ですよね。まずね、レモンの木っていうのはこう鉢で栽培してる場合には、だいたい3年目ぐらいからお花が咲いたり、実がつき始めたりするんですよ。ですから、まあ気の長い人であれば、まあ、1年目の苗を買うなり、2年目ぐらいの苗を買って、少し時間をかけて自分で世話をして、結実して、実を取りたいっていう場合もありますけれども、こうちょっとせっかちな人ちょっとせっかちな人はね、3年ものの苗を買うといいです。そうするとね、もう今年ね、3年ものの多分苗を購入してね、春から花がつき始めればね、もう遅く今年レモン収穫できますのでね。で、大体これが、サイパンレモン、これがね、2年目を過ぎて3年目に入った、レモンの木ですね。3年目に入るとね、こうやってちゃんと花がきちっと咲いて、結実も、できますので、ただこの場合に枝がすごく細いじゃないですか。で、仮に実がなったにしても、こう枝がぐーっとこう垂れ下がっちゃうんですね、重みで、実がついた重みで。そういった場合にはね、こう支柱を立ててちょっと枝をつってあげるとかっていう、工夫をすればいいんですけども、まず購入ですね、購入する時にどういったレモンの木を買えばいいのか、まあ、ある程度太いのが理想なんですけれども、まあ、根元のところからこう分かれてるのもいいですけれど、この辺まで20センチぐらいまで1本の木でずっと伸びていて、そこから枝が3つぐらい、大きな枝が3つぐらい分かれてるね、海浸自然系っていう形の、レモンの木を作っていくのが理想なんですよ。お日様をいっぱいこう太陽の日光をね受けるように、こう木自体を広げてあげて、
太陽の日差しをいっぱい浴びられるというレモンの、形を作るのが一番いいと思います。で、こちらなんですけれども、こちらの赤レモン、赤レモンね、これ見ればわかると思いますが、ずーっとこう一本来てて、ここでブツンと切れてるじゃないですか。で、これっていうのは、これ今こう枝がついてますけども、このね、木はしっかりとして太いんですけれども、ここまで来ることによって、このね、木の元のところ、わかります？これね、枝をプツンと切ってありますよね。で、これなぜこうやって切ってあるのか、これはここを切ることによってね、こうやって新しい枝が出てくるんですね。レモンの場合、新しい枝を吹かせるために大きな枝をパチッと切ってます。大きな枝をパチッと切ることによって、その下から新しい枝が出てくるので、その枝を広げてね、この自然系の形により近づけるために、こういう、剪定をしてます、わざわざ。ですのでね、どちらがいいというわけではないですけども、こちらも3年目ですね、3年目に入ってますから、まあ、木自体もしっかり太くなってるんですけども、こちらも、2年からようやく3年目に入ったぐらいですね。なので、こちらはちょっと細身です。ですけれど、栄養を与えてきちっとして入れさえすれば、どんどん木は太くなっていきますので。で、こちらは接木してあってね、もともとこう成長がいい木なんですね。で、こちらも接木はしてあるんですけども、ちょっとこちらはゆっくりなのかなっていう感じ、サイパンレモンの方はね。ですけども、じゃあどっちを選べばいい、結局はこう開いている、こちらのね、サイパンのレモンみたいに開いているのと、一本でずっと立ってて途中からこうね、分かれてるやつ、これはね、切ることによって作れるんですよ、こちらの方は。ですから、まあ今まで育てている方、もしくはこれから育てられる方は、ちょっとこう覚えておいてほしいんですけども、一本でずっと伸ばしていったんではあまりいい収穫はできないです。なるべくでしたら、こうパッと広がるような形の 木の作り方ね、そういうふうに木をこう作ってあげることによって収穫量っていうのもある程度見込めますので、まあその辺はね、剪定の仕方いろいろありますので、いろいろこうご説明したりね、コメントくださればご案内しますけれども、じゃあまずレモン、これからね、やっていきたい方は、1年目のレモンですと花が咲いて実が取れるようになるまでに2年ぐらいかかりますから、そうすると今度待ちきれなくなると思います。で、2年目ぐらいの、苗を購入しておけばね、早ければ今年の終わりぐらい、もしくはね、来年の春ぐらいにはもう実がつけられるような木に成長しますので、2年目ぐらい、少なくとも2年目以降の木を購入するようにしてみたらいいと思います。ね、3年目のね、購入できるようでしたらね、3年目でしたらどん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 大きくなりますから、そちらの方がいいんですけれども、かなり値段も違うんですよ。1年目ですとね、2000円しないくらいで購入できます。で、2年目になると、これおそらく3000円近くするかな。で、3年目になるとね、今度6000円とか7000円とか、高いものに関してはね、こう8000円ぐらいするものもあります。ただ、早く実を取りたいのか、もしくはじっくり育てて、ゆっくりでもいいから実を取っていくのかっていうね、まあ自分の、まあ、育て方ですよね、育て方によって、選び方、まあいろいろあると思いますので、その辺は、ご自分の方でこうチョイスしてみてください。それでですね、よくこうお買い物をしてきてレモンを食べました、その種をまいておいたら芽が出てきたんですよねって、種から育てた、まあ、未生の、実の中に実って書いて生まれる未生のね、苗
苗を育てる方もいると思うんですが、未生苗っていうのは成長すごく遅いんですよ。こういうふうに節木ね、接ぎ木してあることによって成長を早めてるんですが、未生の場合には非常に時間かかります。で、初めてこう花がつき始めるね、結実まで結びつくような花がつき始めるのはおそらく 5,6 年かかると思います、一番最初がね。ところがこのね、接ぎ木接木をしてあるやつは3年目ぐらいから実が取れるようになるので、その辺の違いっていうものも覚えておいてください。それとコメントによく来られるのが、地植えをしちゃった場合に、花がつかない、実がならないという方もいらっしゃいます。で、これはなぜかっていうと、こういったレモン購入したことによって、すぐにこう手間暇かけないで育てようと思ってお庭にポンと埋めちゃう方いますよね。お庭にポンと入れちゃうことによって栄養分はたくさんあると思うんですよ、肥料やなんかで。栄養分はあるんですけども、地植えをすることによって生き生きとレモンの木はまず自分が大きくなることに栄養とエネルギーを使います。ですので、こう木は立派になっていくんですけども、なかなかこう花が咲いてこないとかね、実がつかないとかっていう方たちもいらっしゃいました。で、そういった場合には一番いいのは、3年目ぐらいから本当に実を取りたいんであれば、鉢植えでやっていると割と簡単に実は取れるようになりますね。で、地植えをした場合にはもう少し時間かかるんですよってことも頭に入れておいてください。ね、直接こう地面に植えることによって体が大きくなってから、レモンの花咲いて実をつけようとするので、そちらの方は少し時間かかりますよってことと、あと未生の木っていうのはやはり時間かかりますよ。ですからね、購入されるんであれば2年もののもの、2年もののレモンの苗、もしくは3年もののレモンの苗を購入することによって、割と簡単にレモン栽培を始められると思います。で、初心者の方でもね、レモン栽培やってね、こうきちっとやることさえやってあげれば実がなりますからね。でね、よくお話ししてるんですけどもね、スーパーで150円のレモンを買うのと、自分の家で育てたレモンをね、こう1個5000円にもついちゃいましたっていうのを食べるのと、どっちがいいのって言ったら、やっぱりね、自分はね、家でできたレモン。だからほとんどレモンをスーパーで買うってことないですね。レモンの木がたくさんあるので、どこかで実がなってるみたいな部分ありますから。実際ね、これももう実がなり始めてた、本当だったらね、5月ぐらいに外に出してるレモンの木でしたらね、この小さな実がつき始めるぐらいなんですけども、今現在もう実がつき始めてるので、ね、これおそらく夏前にはそこそこ大きなね、実になってくるのではないのかなと、ね、思いますけれども、このサイパンレモンもおそらく来月ぐらいになったらね、もうそこそこの大きさになりますね。それと、今回ね、こうやってレモンの木のチョイスの仕方、ね、これからレモンを始めたい方、ね、レモンの木を増やしてみたい方、ね、鉢植え栽培を、ね、1つ2つじゃなくて、もう少しレモンを増やしてみようって思う方はね、木の選び方っていうのはそういうふうに選んでみるといいと思います。で、普通のうちにあるリスボンとかね、マイヤーレモンとかありますけれども、隣の部屋のね、亜熱帯の方には、マイヤーレモン、大きなやつね、クリスマスツリーみたいなやつがありますけれど、これがね、実際サイパンレモン、こちらの方がサイパンレモンで、こちらの方が赤レモン、みかんと同じような色になるレモンですね。この2種類、要は4種類うちではレモンの木を育てますね。それと、これまたね、自分はね、レモンをやっぱり作っててね、こうレモンって直接そのまま食べられないじゃないですか、なかなかね、そのまま食べる、酸っぱいっていう部分があるからね、スポーツマンパリパリって言いますけどね、レモンを直接ね、こう食べられるって方は少ないと思うんですけども、そこでこうレモン栽培を今までやってきて、レモンに慣れてきた方とかね、レモン
もう一つ何か一味欲しいなと思う方、その方にはありますよ。これ何って感じですよね。これね、以前皆さんにご紹介しようと思った時にお取り寄せかけてたんですけども、まだその頃にはね、出荷状態になってなかったんですね。で、今日これ来たんですね。今日これ知ってる人は知ってますけども、ニューサマーオレンジです。ニューサマーオレンジ、ヒューガナツとも言いますけれどもね、この、ニューサマーオレンジ、これをレモンプラスアルファで育ててみたい方はね、育ててみるといいと思います。で、実際何話か前に、お送りしたんですけども、ニューサマーオレンジの苗を育てて結実させるためには、紅山夏の花粉を使わなくちゃならない。で、当然2本育てなくちゃならないところですよね。それをちょっとね、週末また改めて皆さんにお送りしますので、週末までちょっとお待ちください。週末でももうすぐですよね。私の方は大変なんですけど、撮影編集がね。こんな形でレモンをこれから育ててみたいって方は、ぜひぜひね、2年目3年目のレモンでね、レモンってこんなに楽しいんだって部分をね、味わってみてください。で、レモンがなんかもうちょっと作ったんだけど、もう一歩欲しいって方はね、こんなに一歩ステップアップでね、ニューサマーオレンジ行ってみてください。この辺非常に楽しいと思います。それではね、こういった形で、柑橘系ね、皆さんね大好きなのでね、今回もちょっと柑橘系ね、レモンの、木の購入の仕方ですよね、ちょっと取り上げてみましたけども、こんな形でやってますので、また皆さん、いろいろコメントで来られると思いますから、よろしかったらね、コメントの方からね、どういうふうにしたらいいのってね、どんな木を買ったらいいのね、また改めて、質問でもいいですのでね、送ってくださればお返しします。それではまたお会いしましょう。さよなら。